はい、どうもサッカンです。パワープロ13決定版続きやっていこうと思います。前回開幕してから、少しやって、終わったというところで、今回からまた、2年目ですね、やっていこうと思います。ではヤクルト戦ですね。まずは自由行動から、いきましょうか。道場かなり久しぶりなんですよね、やるのがね。ちょっと覚えてないんだけど、会話でいいかな。会話つっても別に ないしな。あ、そっか、移籍してたりして、そっかそっか。あー、別に会話したってな。イスンヨプ誘う？さすがにリグスと話すのはな。イスンヨプと飯？で、ヤクルト行きましょう。3番ですね。新外国人で控えってのはちょっといただけないな。お、石井和。ヒットだろ。オッケー。センターの後ろワンバウンドヒットになった。三塁いけんじゃない。高橋二塁を狙う。オッケー。高橋センター後方へのスリーベースヒット。そしてバッターは高橋。打たれてんな石井。投げました。速球ボール。石井あれか、メジャー帰ってからの石井かな。第2球を投げました。まあ当然か。ああ、スラブ、あ、カーブか。ああ、三振した。あー、くそ。サイクルヒットのチャンスが。ホームラン打ちたいな。スライダー。石井って、あ、こんな感じなんだ。ああ、曲がらない。いやー、行かないか。まずい。オッケー。ホームランが出ない。ああ、これ無理だろうな。あ、また石、石ヒロになってる。ああ、あー、無理だ。何やってんだよ。あー、本体いけたね、これ。あー、チャンスを逃してるな。高いボール。ここでシングルか。延長戦になってくれないかな。まあ、そう都合よくはいかないな。ホームランな。言われるんだろうな、サイクルヒットって。やっぱり。ずっと雰囲気悪いな。練習、あ、いや、休息か。あれ、持てないの。あ、結構買ってますね。で、休息しようか。オッケー。で、ヤクルト戦ですね。ロラン、新外国人か。
お、藤井修吾、あのベル出すやつや。誰だっけ、誰かになんかやられたな、誰だっけな、ぶん殴られたんだよ、誰だっけな、ボールを取った、ファーストへアウト、これでスリーアウト、誰だっけな、左バッターボックスは3番高橋、誰かにデッドボール当てて舌出して挑発行為、あ、タイロン打つだ、タイロン打つにぶん殴られたんだよ。考えられない、あんなガタイのすごい選手に。本人は全くもってその挑発の意思はなかったっていうふうにね語ってましたけど。次は4球目打った、レフトの頭上、いける、ドラ、これは行ったか、行かないのが高橋、あー、ギリギリ、オッケー、高橋、いいバッティングを見せましたワンアウトランナー1塁2塁とあります。左対左の勝負になります。チェンジアップ、チェンジアップ多いな。さあ次の投球です、打った、あー落ちるか、オッケー、ヒット、サードへ送る、よし、よしジャイアンツさらに1点追加、高橋タイムリーヒット、ゲームはこれから終盤に入る、松井今日2本のヒットを放している、高橋投げました、打った、これはうまい、あーアウトか、ワンアウトです。ここまで2安打の高橋、おー高津懐かしい、うん、なんだこれ遅いな、打ちにくいよこれ、遅い、 97? さあ3球目打ちました、あー打ちにくい、あーなんとかなった、あいけるか、あーゲームセットやっちゃった、あー走塁ミスか、レフト誰だ、いや高津助かったな、あれああいう感じで試合終わったことあんのかな、あやばいヒット打たれたってなって結局走塁ミスでアウトになるみたいな、やるけどさまた雰囲気悪くなるでしょ、あ、なんないのね、もう悪くなりすぎて解散とかなったりしないだろうな、いや監督解任とか自主練、そういえば野球ってあんまり監督途中で解任ってあんま聞かないの、まああるけどね、谷繁さんが、あ、なんでなんでこれ休養、なんか言い方変えて結局クビになってるってやつだけど、サッカーだと結構あるけどね、それこそ頻繁にあるんじゃないですかね、海外なんか特に聞くけど誰々が解任されたとか、最近になって代表監督とかもクビかーみたいな風に言われるようになったけど、どうしようかな、もう一回練習、あ、バウンドがなんかなくなったって言ったな、あ、売ってないのか、またどっかで買うしかないか、練習しようかな、なんとかメジャーまでにね少しでも能力上げて、で阪神戦いきましょう、相手誰だ、安藤か、この後に控えているのはイースインヨク、アンドゥ、あー取れるか、あー嘘、やってもだー、あー、やっぱ取るか、あ、出とる、嘘、おやめてよ、怪我すんだからさ、こっちは、しかもモロデッドボールだったな、あれビーンボールと取られてもおかしくないぐらいの、ダメだ、オッケー、あ、もういくよ、危ない危ない、
よ。あ、エグサだ、懐かしい。最近引退したよな、去年かな、今年か。ワンマシンから投げた、打ちました。オッケー、ヒット、ヒット、いけるよ、赤星やったら。よっしゃ、赤星肩 F とかじゃない。さすがに F はかわいそうだよな。橋本、いやちょっとわかんないな。よし、流し打ち。相変わらずタンダばっかってか、なんだタンダじゃないな。あー今止まった。ホームラン打ちたいんだけどあんまり出ない。まあ打点は結構稼げてんな。打点を狙うか。まあ首位打者は取ったからな。メジャー行く前の年に結構タイトル欲しいな。一球一つ食らった。ん？前にもなんかあったな。前はアウェーだっけ？あ、ドームか。ドームで強いとか言ってたな。国防さん、なんかいかんと機嫌悪くなりそうやしな。それにしても国防が高橋を誘うってなんか、もうちょい下のやつ誘えようと思うけど。大学ってのは何？春季となんか分かれてんの？よく分かんないんだよね。んで、さあ練習でもしましょうか。どうしようか。あー趣味か。趣味やるとなんか意味あんのかな。そういやこれ読んでなかったな。走塁のやつ読めないんだよ、なんか頭悪くてさ。おかしいな、慶応なのに。サネマツ懐かしいな。2番に関本なんだね。相手は福原、ストレートで押してくるか。違う、結構こういうの多くなってきたな。能力レベル上がってるね、相手も。ちょっと今まで大体ストレートで入ってきたのに。うん、こうやって外してくるしな。あーダメ、あーダブルプレー。それはダブルプレーだわ。ホームラン打ちたいな。イチローみたいになってるよ、なんか。うわ、ヒット。ヒット、レフト前ヒットになった。セカンドへ送る。高橋、今日もヒットを放ちました。7回の裏、ジャイアンツ、ラッキーセブンの攻撃。先頭バッターは3番、高橋。投げました、これはバッター。あ、スライダーか。くそ。ああ。ゆっくりと構えた。あっと落とした。え？落とした。記録はエラー。E のランプがつきました。嘘、こんなことあるんだ。福原頑張ってんな。うん、あれ取るな。これストライク来るか。これ来ないな。今のがスライダーだったら分かったんだけど。来たけど、あーヒットじゃん結局。うーん、まあいいや、塁出たし。終わりか。単打2本。嘘。
あ、上がった、よかったよかった。あ、え、5試合しか行ってなかったっけ。あ、そうですか。悪くなったって、お前もうこれ以上悪くなったら解散しかないぞ。あれ、もうどんぐらい進んだかな。7から始めたよ。ここら辺まで行ってもう飛ばして、また5行ってでしようかな。もう今から飛ばすか。また阪神戦が。それじゃちょっとあれやから、楽天戦、あ、ここら辺にしようか。なんでここの休みの日にここまで、あ、もっと下か、13終了まで、ここにしようかな。交流戦始まる前まで。はい、では飛ばしていきました。では自由行動からいきましょうかね。打率下がったな。あ、でも本塁打や。あ、本塁打、本塁打、本塁打7本。まあ、なるほど、FA 権が出てるね。まあ言うてもあと1年おるよ、安心しいや。2009年に帳尻合わせないとね、企画おかしくなっちゃうんで。どうしようかな、これ。趣味、いや、練習がいいかな、やっぱ。結局でもゴムのやつないんだな。いや、読書しよう、読書。いい加減ちゃんと読めよな。慶応大学で相当難しい勉強したんじゃないのか。そうでもないのか。なんかスキルかなんかで見えないのかな。能力かな、違う、あ、スキルあった。教養が F ってのがな、もうちょいあるんじゃないの。教養どんぐらいやったら、走塁のやつ読めるんだろう。楽天戦行きましょう。うん、3番フェルナンデス。うわ、リックだ。3番ファースト、リックショート。うわ、アリメいたな。あー、アウト。あー、よかった、ヒットが。オッケー、打点。うわー、高須選手懐かしい。独立リーグかどっか の, かあのコーチやってるの確か今。独立リーグだっけな、なんかのクラブチームかな。あー、あ、行くか。飛ぶな、このゲーム。三塁、三塁、よっしゃ。この頃の楽天厳しいな。本塁打。あ、スライダーと思ったのにな。打ちたい。入ってこないんだよ。ああ、打ってよかったか。ああ、フォークか。ああ、いいや、単打。え、あー、びっくりした。あー、二塁打がないな。出た、ロイヤル、ロイヤルズだっけ、福森だよね。あ、て、レンジャーズかな。レンジャーズだったかな。ロイヤルズは薮田か。すごいよな、福森、薮田クラスでも昔言ってたんだよ。今で言うと誰が行く感じかな。いった、ほら、いったろ。分かってんだけど、あんま意識するとな。おお、曲がるな、なんか。あ、いい感じ、いい打球。よし、サイクルアンダーだこれ。オッケー、サイクルアンダー達成、ついに来た。うわ、しかも奇跡の逆転ってなってる。これはもう、3回分のヒーローインタビューを受けて叱るべきじゃないか。
うわ、福田一生してる。福田といえばあれだけど、おお、うわ、5打数ご飯だ。うん、あー、ついにようやくだ。3万、まあいいけど、3万十分高いからね。え、パワフルスポーツ電話してたよ。ナイスなコメント、ナイスなコメントって表現すごい。お、見事サイクルアンダーを達成した高橋由伸選手と電話がつながっています。もしもし、高橋選手ですか？サイクルアンダーおめでとうございます。まあね、いや違うな、うん、ありがとうございますっていうのね。多分サイクルアンダーにリーチがかかったあの場面、どんな気持ちで座席に向かいましたか？なんて言うやろ、高橋やったら。気づいてませんでしたねなんて言うかな。あ、結構冷静でしたね。いつもと同じですよ。結構冷静でしたよ。なるほどなるほど。どうでしたか？狙い球を、絞ってミートしました。まあミートしましたな。そうだったんですか。へえ。今日は遅い時間までありがとうございました。お、なんだ、喧嘩が、喧嘩始めるか。ちゃんと聞けよな。あんま興味なさそうだったな。お、なんだなんだ。そうだな、桑田さんは釣りが趣味らしいぞ。なんか知らんけど面白いな、桑田さん釣りが趣味なんだ。本当か？おう、そういえば昨シーズンはオールスターの投票とかまあ見なかったな。うん、どんぐらいまで進めようか。ここから来て、まあここ1列ぐらいは、あ、まあここまでかな、ここまでは行ってもいいかな。自由行動行きましょう。あれを飲もう、お薬飲もう。あった。いやでもな、パワリンの方がいいんかな。どうしようかな。うん、こういうのはやっぱパワリンぐらいでいいかな。少し疲れたぐらいは。自主練、うん、自主練でいいかな。さあ、楽天戦ですね。うん、あ、市場だ。さあ、ストレート狙い。うん、牽制するね。足を上げた、投げました、打った。あー、切れるか。切れていきます。ホームラン打ちたい。あ、いったんじゃないこれ。あ、あ、いけるか。オッケー。あのインコースを流してすごいね。ダメだ。鉄平とか懐かしいわ。首位打者一回取ったかな、確か。中日にいたんだよね、確か。ああ、やっちゃった、危ない。速球多いな。ホームランをな、20本ぐらい打って置きたいんだけど。あー、スローカーブ。あー、カーン。うーん、
結構ピッチャーが打たれるね巨人は。小西って誰だ。小西選手知らないわ俺。オッケー。打点は結構来るぞ。バッターは3番高橋。うわ青山いたな。さあ初球、お、外れた。わずかに内側。打った。ダメ。あ、オッケー。センターへのヒット。オッケー。高橋2試合連続猛打賞。10対4。面白い試合だったのかな。うん。あ、そうですか。それはあんま言ってこられるとなんかちょっとやっぱりなんかね、ちょっとなんかうん、気持ち悪さみたいなのもあるよね、やっぱどうしても。いちいち行ってくるっていうのがね。また楽天か。これはあの、特大のお薬を飲んだ方がいいかもしれないね。なんて名前だっけ。あー、ゴールド、そう。では、ああ趣味か、趣味しようかな。上がんないかな、そろそろ。お、岩熊じゃないか。嫉妬逃した。くっそー。オッケー。あ、外れる。あー、くそ。シュートか。引っ張っちゃった。うわ、なんか嫉妬してくるな。少し力が入りました。うー、入ってるかと思った。スライダーって言うと思ったね、まず。さあ3球目外れた。怖いな、すごい位置に投げてくるな。投げました。打った。あ、いったろこれ。まだ伸びる伸びる。オッケー。また小西だ。先頭バッターは3番。すごいな。空振り巨人。フルスロットルってやつや。お、いい感じ。ヒット、破った。高橋、一塁蹴って。お、いけるか。二塁送球。その間に、あ、いけんじゃないこれ、二塁送球したから。あー、オッケーオッケー。高橋、スリーベースヒットを放ちました。うん。あー、サイクルは無理だな。バッターは3番、高橋。最近5試合で3本のホームランを放っています。アウトサイド打った。ダメだ。いやー、まあ無理だな。結構ホームの試合が多いな。もうそろそろ広角つくかな。なんでパワーだけそんな。お、ロッテ戦ってことは、あ、まだもうちょっとあるな。3試合したら、自由行動、そして趣味。これ読めないかね。お、
やっぱりドクハとかあったんだな。お、上がってる上がってる。じゃあ漫画もドクハしないといけないの。ドクハしたかって処分すんなよな。あー青の、あロッテの青の、ロッテの青の今なんか保険会社がどっかで勤めてる。ああ違う球場、いいね。第1球を投げました。いった。まだ伸びる、ぐんぐん伸びていく。オッケー。ちょっと風に逆らってる感じあったけど。そして左バッターボックスには高橋。高橋由伸。一塁ランナースタートを切った。外れた。ボールを二塁を切った。わあキャッチャー佐藤です。盗塁成功です。バレンタインかなこの頃の監督って。あっと抜けた。えらい飛ばすな。ダメだね。あー取れるか、サブローか。あやっちゃった。あーダメだ。うーんジェローム誰だ。うわいいピッチャー、なんてコントロールがいいんだ。速球遅いな。第1球を投げた、低めボール球打った。二塁だかな。インド落ちました。あー今へ、えファースト転送、一塁セーフ。今へあれなんだ、スパイか、ジャイアンツの。バッターは3番高橋。うわシェイク投げんのかな。シェイク、うわシェイク投げる、はい、オリジナルってやつでしょ。第1球を投げた、内角低めいっぱい。うおシェイク、あーシュートか。あーシェイク見せるまで待っときゃよかったかな。なくなるやろ、なんて言われるやろ。十分な活躍 やと思うけど。球が上がりだしたのがいいな。あーデイゲームかこれ。おハイズン、ハイズンじゃないよ、ハインズが9番。うわベニー4番だ、サブロ9番、相手が久保だね。久保ってなんだっけな。さあ初球打った。あ、入団当初確か松坂世代最後の秘密兵器みたいな感じで言われてたよな。投げた、打ちました、いい角度で上がっている。どうだ、入るか、入るか。なーに、レフトからセカンドへ。大松の送球セーフ。さあ2アウトから先制のランナーが出ました。高橋豪快なバッティング。そしてここでバッターは高橋。ネクストバッターサークルに控えているのはイースインヨプ。決まったストライク、ワンナッシュ、ワンナッシュから投げました、打った、ダメだ、青のセカンド、二塁アウト、セーフ、あー嘘、セーフじゃない。マリーンズ、いい守備を見せました。この頃のマリーンズは本当魅力があるね。バッターは高橋。この後に控えているのはイースインヨプ。振り返って二塁牽制球、セーフ、投げました、打った、ダメか、オッケー。満塁、次イスインヨプか。点が入んない、ノーアウト満塁って意外と点入んないのかな。おシェイク出た、シェイク、あんまり感動がない。低め投げろ、低め、高めより低めの方がいくでしょ、ああいう落ちる球って。ボールばっかだな、強振するか。ノースリーから投げました、引っ張った、シュートが、あー人かな、オッケー。ワトソンって誰だ、セカンド横、
うわー、小林正秀インディアンスじゃいまいちだったけどな。あれ何だったんだろうね。なんか球が合わなかったのかな。なんかよく言うのが球がちょっと大きいから指が日本人小さいから合わないとかね、滑りやすいっていうのもあるけど、誰が一体本当のこと言ってて誰が嘘を言ってるんだろう。嘘は言ってないのかな。でも中にはなんだろう、言い訳とは言わないけど、なんかちょっと曲解してる選手もいるんじゃないかなと思うけど、どうなんだろう、誰が一番正しい感覚なんだろうね。そろそろマニュアルみたいなの作ってほしいんだよね。メジャーに行くときはこうしなさいみたいな。他国とか結構やってんじゃないかな、プエルトリコとかベネズエラとか。まあスクールがあるからな、あそこは。ドミニカでもあるしね、カープもあるし、そういうの作った方がいいんじゃないかな。そろそろメジャーへどうせ行くんだし、みんなどうせ行くやろ。もう大谷も行くしね、どうせなら失敗せんでほしいよね。日本選手ヘボいって思われたくないし、行くんなら成功してほしい。もう一個買うか。あー、パーリン買っとこうか。自由行動、まあ、これは休息かな。いやーでも1日またぐから、うん、あー、こういう時道場行けば誰かと知り合えるかもしれない、ね、あー、斎藤かよ。あ、嘘。あ、キンキならいいんじゃない。あ、バース道場。バースあれだろ、議員だろ、何やってんだよ。バース道場、うわ、ほんとだ。あ、こうじゃないわ。おー、ベレージとパワーが上がる。シュータとか稲峰とか守備型の選手が言ってる。何やってんだあいつら。試合またデイゲームか。相手は清水だな。清水がどこだっけ、ニュージーランドがどっかの野球のコーチだっけ。誰がそんなん想像するんだよって。しかもなんか飛行機かなんかの PV に出てんだよ確か。外国のそのなんか飛行機の CM みたいにも出てるっていう。そんなん誰が想像したんやろ。第3球を投げた。おー、アウトコース低め、わずかに外れた。一塁へ一つ牽制球を振りました。なかなかストライクを。あー、やっちゃったなぁ。悪いケースだ。スリーボールってなってんのにわざわざ打ち行ってアウトになる。オッケー。あ、中継、嘘。あー、オッケーオッケー。西岡とか当時すごかったろうな、期待感が。結構失速するの早かったけど。あー、ダメだ。ジェローム曲がるね。うおー、なんだそれ。あ、スローカーブか。ヒット狙おう。いや、あー、三振か。うん、わ、矢蓋じゃん。
ダメか。オッケー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 。よし、ちょっとカクつく。ん、止まった。あ、オッケー。負けてるけどな。あら、嘘。なんかそう雰囲気悪いな。自由行動、あー、あれがいるな。おーでしょ、4割言ってんだよ俺。うん、吉村が候補に上がってんのよくわかんねえんだよ。オッケー、このままいけば普通には MVP でしょうな。はい、ということで今回はここら辺で終了したいと思います。ご視聴ありがとうございました。それでは次回サッカーのゲーム実況パワプロ13決定版でお会いいたしましょう。さよなら。